皆さんこんにちは、阪急百貨店の浦田でございます。ただいま阪急梅田本店9階阪急梅田ギャラリーにて開催中でございます。崇高なる風景が生誕90年後藤住夫展を開催中なんですけれども、今回は、北海道の、富良野にございます後藤住夫美術館から、たくさんの作品をお借りして、展示中でございます。今日はですね、富良野の方から、後藤住夫美術館の館長さんでいらっしゃいます、後藤弘子様にお越しいただきまして作品の解説をしていただきます。皆様どうぞ解説の方お楽しみくださいませ。では館長様よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました北海道上富良野にございます後藤住夫美術館の館長後藤弘子と申します。画家後藤住夫の娘でございます。今年は年明けから新コロナウイルス の感染拡大によりまして皆様大変な1年を過ごされたことと思います。またここへ来まして各地で、ウイルスの急増を報じられておりますがこのような状況の中生誕90年後藤住夫展を開催していただきますこと阪急梅田本店の皆様をはじめご協力いただいた関係者皆様そして今日こうしてご視聴していただいている皆様に心より御礼申し上げます。今回は北海道の当館から作品27点を展示していただいておりますが展示につきましては年代を追うということではございませんで春夏秋冬そして中国という5つのテーマに分けて展示をしていただいてます。生前父は作品解説などは個展の際にもほとんど行わない主義でございました。これは画家としての作品に対する並々ならぬ思いというのはもちろんそれぞれの作品に対して持っているわけですが作品をご鑑賞いただくことにつきましてはこれは関係者ご観覧者皆様が、それ個人で、感想も感情も違うわけです。でこれはご覧になった方がそれぞれにそれぞれの解釈の中で、自由にご覧いただくのが最良だと父はしておりました。本日はそういった父の思いを踏襲しまして、私も作品解説というよりは、父との思い出をたどりながら各ブースの中から1点ずつをピックアップさせていただきまして皆様にご案内させていただきたいと思います。どうぞよろしくお付き合いくださいませ。それでは春のブースからご案内させていただきます。こちらのコーナーでは初桜湯行俯瞰図2007年の作品をご紹介させていただきます。皆様ご承知かと思いますが日本画というのは岩絵の具という画材を使っております。これは分かりやすくご説明させていただきますと石を粉にした絵の具でございます。でこれを動物のタンパク質ニカワそれをお湯で溶いてそこに石の粉を混ぜて描くというのがとても大雑把な申し上げ方ですけどもそれが日本画の描き方でございます。でこのぐらいの大きな大作になりますとこう立てて描きますとその絵の具を塗った時には水の中で石の粉が泳いでいるような形になりますので立てて描くことによって絵の具が流れてしまいます。で父はこういった作品は床に寝かせましてそこの上にベニヤ板のようなものを置いてでその上に自分が正座をして描くというスタイルを貫いておりました。やはり正座をして描くわけですから体にはかなりの負担がかかります。そういったことでこの77歳の頃には大変足腰もちょっと弱っておりまして一回座りますと、父は左利きですので右手で体を支えながらその間に花びらを何枚かけるかということですね。そのうちにこちらの手がブルブルと震えてくる。でこの制作中の姿といいますのは近くに寄りましたらもうまだ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 とつぶやいているわけです。というのはこの花びらあと何枚か3枚かけるのか5枚かけるのか自分の右手が持ってくれと
もう本当に鬼気迫る集中力を要してました。でそんなことでもうかなり精神統一して集中して描いているものですから、絵を描き終わりますと、もうバッタリとこう倒れ込むように、疲労感が伴うわけでございます。でこの作品にはちょっとエピソードがございまして、作品の題名ですね。で父は作品制作に集中力、全精力傾けてましたので、題名を考える気力がないということで、お前考えてくれと私にちょっとお話がございました。で父は1930年に千葉県のお寺で生まれまして、で2歳、千葉県のお寺で生まれた後、2歳から埼玉県松戸市というところのお寺に引っ越しをしまして、本来でしたらそこのお寺を継ぐべき立場でございました。ただ絵を描くのが好きで諦めきれないということで、本人は仏道を捨て絵の道を選んだと後年語っておりましたが、そういったことからこの初桜遊行俯瞰図で、遊行という意味がお坊さんが諸国を布教してしたり、修行して周り歩くことということ意味があることから、この作品は、77歳の境地になった父親が今まで長年各地で出会ってきた桜、あんなに素晴らしい桜もあった、こんなに素晴らしい光景も僕は見たということで、いわば年老いた風景画家が画面の中で思い出をこう何て言うんですかね、10回するというようなイメージをして、このタイトルを付けさせていただきました。それでは夏のブースに移らせていただきます。こちらでご紹介させていただきますのはこちらの作品、1990年、録音寺庭園でございます。皆様ご承知の通り金閣寺でございます。で若い頃から父は幾度となくこの名刹を訪れて、書かせていただいておりました。で当初若い頃というのはこの舎利殿を中心に割とこう建物にこう主眼を置いて描くという形が多ございました。でそれから1990年まで年月を経ることによって、その父の絵描きとしての技量も上がってくるわけです。でご覧の通りこの大画面に庭園も大胆ながら繊細にこう細やかに、描いております。でこの作品につきましてはまた一つエピソードがございます。父が他界しましたのは2016年の10月18日でございました。秋の北海道で、父は旅立ったわけでございますが、その翌日通夜の始まる30分前に、速達で届いた郵便がございまして、それは総理大臣官邸、前安倍総理からの感謝状でございました。で2016年の秋から2018年の12月まで作品11点を日本美術院から、父をご推薦いただいたということで、総理大臣官邸に作品をお貸し出しすることになりました。でこの作品、この大作は皆様ニュースで時々総理大臣官邸の映像をご覧になると思いますが、総理大臣のこの背景に時々絵が映っております。でこれが最初にかけられました時には、父が他界して間もない頃、父の姿はなくなってしまったわけですけれども、父亡き後も絵が変わらずに活躍してくれている、そういったことで私どもも大変励まされた、そういった思い出深い作品でございます。続いて秋のコーナーでございます。こちらでご紹介させていただきますのはこちらの作品、秋の丹山神社遠野峰、1995年の作品でございます。こちらは奈良にございます藤原の鎌足を祀っているという神社でございますが、これは見た通りその一面の赤いもみじ、これが大変鮮やかでございますが、先ほどの桜同様父にとりましてはこの赤い絵の具を手に取るということが大変年月を要しました。
と言いますのも、やはりそれは仏道を捨て、生活が困窮した中、戦後間もない頃でございましたので、その中でも好きな絵の道に進んだという、どうしてもそのやはり後ろめたい気持ちがあったわけです。でこれが1984年に、大腸潰瘍によって出血多量で、命が危ぶまれましたけれども、そこで九死に一生を得たことで、父は一度命の限界を感じたわけでございます。でそれまでは修行僧のような気持ちで書いていた父が、限られた人生を少し楽しんでもいいのではないかと、気持ちを大きく転換しました。で、こちらの作品、ようやく秋の大作が書けた時に父はもう65歳になっていました。で先ほどの作品と同様、隣にちょっと写真が飾ってございますが、実はこちらの秋の丹山神社はつい先日11月10日まで、10月10日からの1ヶ月間総理大臣官邸のエントランスホールを飾った作品でもございます。冬のコーナーでございます。こちらでご紹介させていただきますのは新設嵐山、1995年の作品でございます。父は春夏秋冬どの季節が一番好きですかと聞かれますと、一も二もなく冬と答えておりました。雪は父にとって永遠のテーマとも語っておりました。埼玉のアトリエで、たまにこう関東でも初雪が降りますと、その日は家に電話がかかってきまして、その降り積もった雪に足跡を残されるのをとても嫌っておりまして、今日は誰も来ないでくれと電話をかけてくるほど父にとりまして雪は神聖なものでもございました。でこちらの作品は2月の京都にスケッチに行った時、未明から雪が降り始めて、これはということで次の日朝一番で、京都の嵐山渡月橋に駆けつけたそうです。で何度も幾度となくこう見ている渡月橋、嵐山の風景が雪が降ることでせり上がってくる別世界を見る思いだったと語っています。でまた先ほど来何回かお話に出ておりますが、1984年その大腸潰瘍で、大病したその復帰後の第一作、院展出品作でもありました。でこの時は病気の後ということと、また五十肩で大変苦しんでいた時期でもございました。で疲れていても眠れない、とても苦しんでいた時期でございます。で日本画の岩絵の具は一色一色別にお皿を用意して、整えていく、ということで、やはり色数を多用するとそれだけ肩にも負担がかかるわけですね。でそういったことで色数を極力抑えて、白とグレーの世界で、苦しんでいたものの出来上がってきたのはこの絵だったということで、我々も院展の会場で大変驚いたことを思い出します。最後は中国のコーナーでございます。こちらでご紹介させていただきますのは西安村落残照、こちらの作品ですね。1989年の作品でございます。で中国は父 の大事なテーマになりましたけれども、もともとの出会いは1978年の、現代日本絵画展、これが中国を巡回したことによるものでございました。その展覧会に父の作品が選抜されまして、父も使節団の一行として中国に赴くことになりました。ただ父には大の苦手なものが2つございます。一つは雷、もう一つは飛行機でございます。で中国に行きますのはどうしても飛行機に乗らなければいけないということで、最初は孤児をしておりましたが、お坊さんをしていたおじいさんから、これからの風景画家が飛行機ぐらい乗れなくてどうするという一言をもらいまして、で、決意をして中国に参りました。で一旦参りましたら、今度はその中国 の数千年の歴史の中で育まれた、紫禁城や天壇といった壮大な建物、これにも大変魅了されまして、何箇所も書かせていただきました。またその絵画展がきっかけで、中国には西安美術学院という美術大学がございます。
でそこの大学の、まあ、初めての日本画教授として、日本画を教授してくれということで、父が招聘されまして、西安とのご縁につながりました。で西安の郊外には、まあ、ご覧の通り の電気も通っていないような農村風景が当時広がっていまして、で農村で育った父は日本で失われた大切な風景が西安にはまだ残っているということで、中国には年に2回のめり込むように数十年にわたり通い続けました。で父の訪中は2007年張家界へのスケッチが最後となりましたけれども、まあ、私のことでございますが、昨年、私20年の副館長職の後、4月に館長に就任しまして、その数日後父が長年交流をしておりました日中文化交流協会から後藤住夫美術館を中心に文化施設団を仕立てたいというお申し出をいただきまして、私この念願であった、まあ、父は生前大変お世話になった美術学院の皆様にもお礼が言えぬまま他界したものですから、その時にはぜひということで西安美術学院にお邪魔しまして、当時、お世話になった皆様に、御礼を申し上げてきたところでございます。でまた父の作品、うちの美術館にも、まあ、500点規模素描も含めてかなりの数がございます。で父は他界しましたけれども、まだ皆様にこうして、作品をご覧いただくことで、後藤住夫が皆様のご記憶に長くとどまれば大変ありがたいと思っております。皆様本日はお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。今日11月25日に初日を迎えました生誕90周年、後藤住夫展で12月7日までの会期がございます。今ウイルス拡大でこう実際に会場に足を運ぶことが難しい方もいらっしゃると思いますが、まあ、美術展美術館いろいろその映像の世界で、まあ、作品をご紹介したり皆さん苦心していらっしゃいます。ただ五感を使って駆使して楽しむのが絵画ということで、今日紹介しました作品すべてアクリルが入ってございません。でこうしたことで実際に会場に赴いていただきまして、父の息遣い、そういったエネルギーを実際画面から感じていただきたく願っております。本日は誠にありがとうございました。